ファビオ・アルミリアードは、イタリアのテノール歌手、ジェノバの生まれ。地元のニコロ・パガニーに音楽院を卒業後、1984年に、サビニオネで、ジュゼッペ・ベルディの、シモン・ボッカ・ネグラの上演に、ガブリエーレ・アドルの役で参加して、デビューを飾った。1986年には、レッチェのティト・スキーパー国際声楽コンクールで優勝してから、 イタリア内外の歌劇場から招かれるようになった。1993年にはメトロポリタン歌劇場におけるベルディのイルトロバトーレに出演して世界的な名声を確立。2000年以後、サイクンでソプラノ歌手のダニエラ・レシートしばしば共演を行った。ファビオ・アルミルアート。2019年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年10月12日閲覧。アーカイブ2017年3月17日。ウェイバックマシン。アーチストプロフィール。イタリアンテノール。ファビオ・アルミリアート。2019年10月12日時点のオリジナルより。アーカイブ。2019年10月12日閲覧。公式サイト。ありがとうございます。